どうも、東北キリタンです。雪のマップで交通機関はフェリーだけということでやってるんですが、前回フェリー航路を一周通したことで産業区の廃墟問題は解決したようです。フェリー大活躍だね。だね。汚水を有効利用した水路で移動した先には動物園を中心にした都市を開発中です。廃墟だらけやけどな。うん、その辺の解決をしていかないとね。そんなわけでこの辺りの問題解決からやっていきましょう。おう。産業区の廃墟は労働者不足が原因で、フェリーのつなぎ方が良くないみたいで調整したいけど、下側の航路を使うためには拡張しないといけないので、さらに拡張いびつになっていくな。まあ仕方ない。とりあえず人口増やさないとなので、居住区拡張していきます。ふむ、この辺かな。高速道路あるからフェリー航路やりにくいけど、この先もフェリーでつながるようにするんだね。うん、便利な街にしてあげる。道路は雪積もってるけど、雪の上を歩くのがいいんでしょ。いやいや、今回は洪水起きないようにまずは航路から作る。それがええな。残念そうだね。なんでやねん。イメージができないので、やっぱ道路先に。結構大きくなってきたね。そうだね、ちょっと分けた方がいいかな。この中央にもフェリー通す感じに。ふむふむ、でも山あるね。そうだね、それも活かす感じにしようかな。とりあえずは川になるようにして。あ、その山はそのまま残すんだね。うん、横を通す感じに。なるほど。道路も少し変更してこんな感じで川の場所を確保。おお、いい感じだね。険しい航路やな。名所だね。水が汚水やなかったらな。だからこそ名所だね。そうだね。あとは高速の下をフェリーで通れるようにして。ここから通すんだ。結構つながっていくね。だね、いい感じ。水足りなくなるだろうから排水施設を置いてと。結構水来てるで、足りてるんちゃうか。その分他の川の水が足りなくなったりするから。あと中央の川の分もあるしね。そうか、下の方に流れていってないね。そうだね、水量足りてないみたい。まあ流し始めたからこれからかな。ふむふむ、ちょっと高さの問題みたいなので調整して。オッケー、流れ出したね。おお、中央の小島がいい感じだね。だね、汚水やのにええ感じに見えてまうな。雪効果だね。せやな。こっち側にもフェリー行くように。む、どうした。ここ逆に高くなってるね。ほんとだ、これだと水が流れていかないね。うーむ、こっちから汚水流すしかないね。仕方なく。嬉しそうやな。あはは、流れ出したね。オッケー。おう、というかまだ道路繋いでないのに家建ってるで。ん、道路あるやん。外部と繋いでないから引っ越してこれないはずなんだけど。ああ、そうなんか。川できたし、そろそろフェリー繋がないとね。ふむ、まず縦方向に繋ぐフェリーができたから、次は横方向。結構距離あるな、乗り換えできるんか。そうだね。うまくいかなかったら後から調整。適当やな。せっかくだから小島で乗り換えするかな。その中央にあるの排水施設やろ。道路つながるのか。どうかな。とりあえずそれぞれの居住区につないで。そういえばもうパークはいいの。それもあったね。まあ収入多いしいいや。そっか、占領やな。面倒いだけやろうけど。ずっと占領ですけど。は、うまくつながらない。トンネルになってるね。うむ、どうにかつながった。乗り換えのためにトンネルか。あ、歩道でよかったかな。そうだね、でもつなぐの大変そう。まあとりあえず OK。 そんなわけで完成。おう、航路はこんな感じで細かく乗り換えできるようにしてる。ふむふむ、緑色になってるね。色変更できるから分かりやすいようにしてみた。なるほど。まずは縦方向の乗り換えフェリー、まだ作ったばかりで利用者は少ない。家もできてへんしな。乗り換えの場所も微妙だったのもあるけど、横方向もまだ利用者は少ない。でも少し使ってるね。これからだね。うん、で中央には乗り場が3つあって乗り換えられる。ふむ、あ、少し歩いてる人いる。マジか、ほんとだ。ちゃんと機能してるね。遠回りで坂やのに歩くもんやな。
ちゃんとトンネルも通っていい感じ。そうだね。できれば歩道にしたいところだけど、スペースが微妙かな。お、こっちのフェリーいっぱい降りてきた。すごい場所に立ってるな。名所だね。悪い意味で名所になりそう。どや、何もどやーなことあらへんよ。ちなみにこの乗り場は、縦方向への移動。ここからここまで。結構短いな。31人、結構乗ってる。マジか、こんな短い距離でな。多分同じくらいの距離、歩いてきてるよね。交通機関に乗るためなら、いくらでも歩くんだね。そうだね。意味わからんけど、機能してるしな。とにかくこんな感じで、居住区周辺の設定は完成。したのはいいんだけど、また産業区に問題が。これは、商品が余ってる感じ。だね。フェリーだけじゃ、顧客不足になって、それで商品が余るという感じかな。ふむふむ。これはもう仕方ないので、一部オフィスに変更して対応。あ、そういう方法もあるんだね。オフィスはいろいろ便利なんだけど、産業区の方が税収が多かったりとかあるから、できるなら産業区の方がいいんだけど、まあそうも言ってられないね。そうだね。そんなわけで、ようやくこっちの調整。中央が廃墟になってるね。緑のマークは顧客不足だから、まあ、フェリーのつなぎ方が良くないんだろうね。結構時間経ってるけど、全然使われてない。あらら、居住区から乗り場まで遠いんだろうね。パーク入り口もあるしな。下側拡張してもいいけど。まずは、居住区の上側を通るフェリーを作って、乗り換えできる感じに変更しよう。ふむふむ。そっち側か、交通起こさへんようにな。そんなに期待されても困る。期待っていうか、普通のことやけど。もう結構慣れてきたから、そうそう洪水起こさないよ。期待に応えられなくて申し訳ないけど。いや、交通起きへんなら、それでええんやけど。ごめんね、あかね。ちゃんと会話しようか。あはは。結構深くしてるから大丈夫そう。下側も高くして対策してるんやな。うん、ごめんね、あかね。何がやねん。ここは、横方向を移動するフェリー。短いな、使うかな、これ。なぜか使うんだよ。なぜかって。乗り換えをしやすくするように、乗り場変更。ちょっと遠いけど、歩道をつなげばいけるかな。そうだね。こっちのフェリーも変更して、と。航路、結構狭いけど、どうにか行けそう。お。なんとか調整完了。結構時間経って、人口4万8千人に増えたりしたけど。成長してるね。けどまだ廃墟あるな。だね、うーむ。一応細かく乗り換えできるようにしてみた。なるほど、使ってるかな。どうかな。少ないけど一応だね。ふむふむ。横方向に移動して、そこから乗り換え。少し歩いてるかな。そうだね。こっちにあるフェリーに乗り換えたり、歩道を通って、反対側のフェリーに乗り換えたりする。歩道結構歩いてるね。変な歩道やな。高低差とかフェリー航路とか、いろいろあるから。変に遠回りする感じの歩道になっちゃった。そうか、下を吸い足怖い歩道やな。名所、だね。それ言うといたら何でも通ると思ってんな。あはは、でも結構歩いてるね。うん、買い物客とか乗り換えでいい感じに使ってるね。ふむ。ここから横方向、縦方向に乗り換える感じで、横方向はそれなりに使ってる。おう。縦方向は微妙だけど、一応使ってる。そして、そこからまた歩道で歩いて、産業区域のフェリーに乗り換えられる。なるほど。パーク入り口も作って徹底してんな。フェリーのための工事でお金が必要でね。仕方ないことなんだよ。そう。結構歩いてるね。これで廃墟なくなるといいんだけど。産業区域のフェリーは、まだまだ人数が少ないかな。全然だね。やっぱ、下側の航路使わないとダメかな。そうなのかな。でも産業区は人手不足マークが減ってるかも。商品は余ってるけど。あらら。この区画に来るためのフェリーは280人、結構いるかな。おう。まだまだ問題あるけど、とりあえず様子見。ふむ。最初に作った町、廃墟は結構なくなったけど、まだちらほらとある。でもこのくらいならいいんじゃない。うん、ただちょっとこの青いマークは教育水準が低いという問題。ふむふむ。学校は少し足りてないかな。でもまあそこまで問題じゃないか。高校も足りてないけどギリギリオッケー。大学はないね。キャンパスエリア作ろうと思って、
そのままにしてたんだった。なるほど。そんなわけでこの辺に作っていこうかな。フェリー乗り換え帳だね。せっかくだからこれを有効利用。近くに風力発電あるんやけど。うるさくて勉強に集中できなさそう。ならなんでそこに。あはは、嫌がらせやな。あはは。まあとりあえず道路で囲って。結構広くするんだね。シナリオ編で作った時に結構狭くて拡張できなかった。そうなんだ。この半分くらいの広さだったからね。今回はレベル最大まで上げたいので広めに。なるほど。キャンパスエリアを設定して本部を設置。今回は総合大学。ふむふむ。あとは適当に歩道を伸ばして、学生寮とかはあえて風力発電の近くで。なぜ？雑音のある場所で勉強すると逆に集中できるとかなんとか。ほう、けど寮やろ。うん、まあ、オッケー。ただの嫌がらせやな。あはは、そうなのかな。ちょっと位置が違うね。こっちだね。うわ、わざわざ風力発電に近づけてる。うん、オッケー。うわ、ちなみに、騒音はこんな感じ。めっちゃうるさそうやな。雑音ってレベルやないわこれ。まあ、逆にオッケー。全然意味わからんわ。あはは。あとは自習室とか作って。これもわざわざうるさそうな場所に。まあでもそもそも吹雪でうるさいだろうし。同じだね。それもそうだね。そう、なんかな。あとはフットサルクラブか。寒くて良さそう。どんな基準や。あ、室内競技だったね。チェ、嫌がらせばっかり考えるなや。すごく雪積もってるね。これならいつ潰れてもおかしくないね。オッケー。何がオッケーなんや。あはは。あとは大学スポーツとかいるみたいだね。いろいろあるけどサッカーは屋外スポーツでいいね。雪の中で過酷すぎる。まあでもそれは普通にあることだし微妙かな。普通ではないけど雪降っても試合やるみたいやな。うん、なのでここは野球かな。なぜ？野球は雨天中止だけど、ここはあえて雪の中でも試合やってもらう。いやいや、何考えてんの？あんまり動かないし相当寒そう。それは大変そうだね。あはは。何笑ってんねん。オッケー。マジで作りよった。ドームじゃなくて、ちゃんと野外だね。完璧。何が完璧なんや。あはは。なんだかすごい場所だね。そうだね。場外ホームラン打っても大丈夫だね。あの崖の上まで飛ばすようなバッター出てくるといいね。そもそも試合できんのか。なぜか、場内に雪積もってないし行けそう。そうか。とりあえず置ける施設は作ったから準備完了。あとはアクセスかな。ふむ。フェリーで来れるけど近くの居住区から来るのにもかなりの遠回りになっちゃうから。ほんとだね。とりあえず歩道かな。結構遠いんやないか。まあ一応ね。ふむ。あ、結構歩いてるね。ほんとだ。マジか。うん、いい感じ。雪の中ようやるわ。この町唯一の大学だしね。仕方ないね。そう。まあさすがにそれだけじゃ厳しいだろうから、この辺からもフェリー通すよ。おう、これならアクセス良くなるね。そんな感じで完成。おう、サクッと飛ばしたな。特に洪水も起きない作業だったしね。そうか。いや、洪水起きんのはええやろ。茜のツッコミという仕事を奪って申し訳ない。うちを何やと思ってんの。とりあえず川を作ってフェリー航路を設定したよ。おう、この辺りで乗り換えたりして。ふむふむ、結構乗客いるみたいだね。そうだね。いい感じで乗ってるね。お、まあ大学へというよりはこの辺の乗り換えを使ってるんだろうけど。そうか。お、結構歩いてきた。ほんとだ、乗ってるね。うん、いい感じ。こっちのフェリーに乗り換えたら下に移動していって、どんどん移動して到着。動物園への乗り換えと合流。この辺りでいっぱい乗ってるんだと思う。ほんとだ、歩いてる。ついでに大学にも行けるだろうし。オッケー。まあアクセスが良くなるのはええことや。道路の雪は気になるけど。これはオッケー。そうか。ここには大学以外の施設はないからね。雪積もってても問題なし。そう、風力発電の近くにある大学、いい感じだね。こんなに広いのにわざわざここにな。名所だね。ならんわ。学生数は定員近く入学してるね。
ほんとだ、大人気だね。あ、けど大赤字やな。うん、レベルアップに必要な学術成果を出すために研究員を最大にしてるから。なるほどな。おかげで黒字がほとんどない。あらら、ちょっと厳しいね。資金的には余裕ありそうやけど。今はいいけど、航路作ってたらすぐなくなるし、ちゃんとパーク入場するようにしないとだね。ふむふむ、無駄なことのために絞り取るんやな。必要経費だね。そうかい。そしてこの大学の一番の注目ポイント、野球チーム。雪が降っても試合決行だよ。そうか。うわー、うん、人いるのかな。あ、ちょっと歩いてるね。ほんとだ、いいね。試合もやってるね。勝ってる。マジか。ここのチームは雪に慣れてるけど、相手は慣れてないだろうし、ホームゲームは絶対勝てるで。慣れてないというか、普通試合せえへんからな。雪の中でも試合をやるという強い精神力が鍛えられる。その上、強力なホームアドバンテージももらえて、いいことだらけだね。そうだね、そうかな。はい、そういう感じで、まだまだですが、とりあえず大学を作りました。騒音もひどくて、いい感じですね。何がいいのかさっぱりやけど。動物園周辺の方は、多少廃墟減ってる気もするけど、ここも、まだ改善が必要ですね。難しいね。だね。まあ、人口は5万4000人と結構増えてきてるし、一応順調です。おう、成長してる。そんな感じで、どんどん発展させていこうと思います。というわけで、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。変な感じの大学に、歩いてる人を見ながらお別れです。変な感じて、あはは。また見に来てくださいね。